聖書を読みいたします。ヘブル人への手紙第13章20節から21節、新約聖書の359ページです。この聖書の箇所から、平和の神と題して丸山義弘牧師に説教をしていただきます。では聖書を読みいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死人の中から引き上げられた平和の神が、イエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うためにすべての良きものを備えてくださるように恋願う。栄光がよよ限りなく神にあるように。アーメン。おはようございます。皆さん毎週週報を開きになられますと、礼奏がございますね。今日は従う祝福というふうなことでありますが、本当に皆さんね、祝福ですね。従う、はいというふうにね、特にそれが聖書に従うっていうのは、それは神様がもう私たち一人一人最高のものを与えてくださっているわけですので、私たちにとってはなぜだろうかと分からなくても、最高の方がですね、このように生きるといいよというふうに教えてくださっているので、旧約聖書の中では、今日のねその中では旧約聖書のアラノの40年というイスラエルがかなり遠回りをしたんですけども、しかし神様に従っていけば、その40年もスパッとねなしにして、そうやっていくことができるというふうなことで、私もですね、このヘアスタイルでありますけれども、高木先生がプロの美容師さん、カリスマ美容師さんでいらっしゃったので、もう40年近く前にお尋ねしました。まあ高木先生、僕はもういろいろもうね、もうくせ毛なんでね、どうもまとまらない、どういうふうなこの整髪料、どういうふうにしたらいいんだっていうふうに聞きましたら、丸山先生の髪の質、このね、こういうふうなことの場合にはこれがいいです、ね、こういうふうにしてくださいっていうふうにアドバイスを受けまして、もうねありがとうございます。それ以来ね、もうそれ一本しか使ってない。もうだから今日もそれでバシッとね。ですから、時々ほら、いろんなところでサンプルもらうことあるでしょ。こんなちっちゃいのね、それからもう頭皮にいいですよとかなんとかっていうふうなのね、もう一切見ない。もうだから、もう私もドラッグストアに行ったらもうね、全然迷わない。もうあそこに売ってる、あれ買ってもすぐレジっていうふうにね。でもやっぱりほら、そういうふうなものがないと、もうこれがいいかなと、こっちの方がいいかなっていうふうにして、いろいろ時間費やしますけども、従うっていうのはね、そうやってもうスピードバシッね、もう一切の無駄なく最短距離の祝福というふうな、まあ、そういうふうなことでありますけれども、聖書の中で、誠実礼拝を守りなさいというふうにあります。それでこの皆さんも今日こうやって礼拝に出ておられるわけですけれども、もうこれがね、まあなかなか、例えばほら、お体の具合だとか、さまざまな事情で集うことができないというふうなこともありますけれども、でも一貫して聖書は安息日を守り、これを聖とせよというふうに言っていますので、もうとにかくまず誠実のこの礼拝を守るというふうなことに従うということが祝福をもたらすというわけですね。でね、田中信夫先生のお父さんの吉尾先生は、その辺のところ面白く、ジョークが大好きな先生でいらっしゃいましてね、それでね、上手に笑わせながら礼拝来いよというふうに言ってるんですね。でこんなふうなことを言ってました。信者にね、ニックネーム、あだ名をつけまして、それで、皆さん、信者の中にはフーポン信者っていうのがいるっていうの。フーポン信者、わかりますか？ね、聖書をもうほったらかしにして、あ、今日礼拝だと、あ、じゃあ聖書持っていかなきゃな、ところがもう一回も開いていないので、埃がこうね、聖書の上にもう映ってる。だから埃、こういうのでフーポンポンってやるから、フーポン信者だというね。それからね、父巫女信者っていうのがいるって言うんですよ。父巫女信者、何かって言いますと、明日礼拝だからもうって、土曜の夜寝るわけですよね。ところが寝坊して、ふわして、あっと起きたら11時半、うわー、今から行っても間に合うかどうかっていうふうなことで、それでうわーっとこう行って、恐る恐る教会の礼拝堂の扉を開けると、父巫女、もうすでに献金も終わって、
松永最後の仰ぎ恋願わくばと、今日も祝福を受けたって言って帰るというね、父巫女信者というふうな、まあそういうふうなね、で笑わせて、ちゃんと礼拝来てくださいねとね、そうやって神様に従うところに祝福がありますよというふうなお話をなさったわけですが、今日の、聖書箇所はその祝祷なんですね。今日でヘブル人への手紙は終わります、ね、その最後の祝祷というところをご一緒に学んで神様の祝福を得ていきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの半年も2023年守られて、また新たな後半を始めようとしております。本当に神様、移り変わりゆく世の中ですが、決して変わることのないあなたを毎週見上げることができるこのひととき、この礼拝のひとときを感謝をいたします。どうぞ御言葉を通して今この時もお語りくださり、また事情で来れない方々の上にも神様の恵みが注がれますように、病の方々の上に癒しを、今問題でどうしても答えが必要な方にその答えを与えくださいますように、イエス様の御名によって御手においだにしてお祈りいたします。アーメン。さあ、今日の聖書の箇所でありますけれども、今読んでいただいたところですけれども、なかなかね、難しいところですね。最後にある祝祷でございますけれども、皆さんのレジュメでいきますとですね、もうすぐ1番目の A のところに、最後にある祝福の祈りというふうなことであります。今日は祝福の祈りです。で、礼拝の一番最後にもう皆さんが牧師が手を挙げて回収の祝福を祈るという祝祷って当たり前のように思っていらっしゃいますけれども、なかなかその意味っていうのが知らないままでいますよね。そのさらにその祝祷の前に松永ってやって、そのさっき言いました父巫女というふうなのを賛美いたしますけれども、あれは、三位一体の神に捧げる賛美のことを松永というふうに言うわけでありますね。でパウロは新約聖書の自分の書いた手紙の終わりの部分に、かなり多くの部分でこの祝祷というふうなもの、そして手紙を読む教会の方々への祝福を祈っております。そこにこう3つありますけれども、ローマ人への手紙の15章の33節にはこうありますね。どうか平和の神があなた方一同と共にいますように。テサロニケ第一の手紙の5章の28節では、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるようにと。でピリピの4章23節では、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにというふうにありまして、パウロは本当に祝福をしているんですね。で、聖書の代表的祝祷というのは旧約聖書と新約聖書で、ございましてね。それで旧約聖書の方は皆さんのレジュメ の B のところありますけれども、民数記の6章の24節から、まあ、26節までですけれども、皆さん の表紙のレジュメの表紙のところにあります。これいいですよ、こういう祝祷、ね、読むんだけどちょっと祝祷風にやってみますから ね、まず1行目こっちやってね、2行目真ん中やってね、3行目こっちの方に行きますよ。祝祷だと思って聞いてくださいね。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。真ん中いきますよ。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。もうなんか恵まれた、もう今日これで後終わってもいいみたいな、そんなふうな感じですね。これが、それから新約聖書の方で、まあ、プロテスタント教会の祝祷というのは、大体このコリントの第二の手紙13章の13節を土台にしておりまして、今ちょっとそこをお読みしますね。表紙開いてますから。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるようにというふうなことで、もうこれはね、旧約ではまだ表されていなかった、新約で表された三位一体の神様というふうなことを、これ全て示している、表している完璧な祝祷というふうに言われております。まあね、最後のこうやってね、その田中義雄先生なんかはね、もう声、普段ジョーク言ってるの声と違いまして、もう声も違ってね、仰ぎ恋なんてこういうな、ね、
まるで横綱の土俵入りみたいな、そんなふうな祝祷をいたしましたけれども、今日のヘブル人への手紙の今日読んでいただいたところはこのその祝祷なんですよ。祝福を祈るというふうなところなんです。でレジュメの2番の方に行きますけれども、何を祈っているかっていうふうなことなんですけれども、まず今日の皆さんね、読んですぐ分かったって人なかなかいないと思います。なかなかいないどころか、まずほとんど分からないっていう、ほとんど分からないというか、ありがたいなと。もう一回読んでみますよ。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死人の中から引き上げられた平和の神が、イエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うために全ての良きものを備えてくださるように恋願う。栄光がよよ限りなく神にあるように、アーメン。これね、私原点、ギリシャ語の原点を読みましたけれども、単語の羅列みたいな感じで、まあ、これここまで訳した聖書翻訳の方々大変苦労なさっただろうなというふうに思います。本当にバラバラのピースを並べたみたいな原文なんですよ。でも文法的に分解いたしますと、まず大まかなところでいきますと、まず主語がね、平和の神がっていうのが主語なんです。平和の神が、で述語が全ての良きものを備えてくださるようにっていうことなんです。ですから骨はね、平和の神が全ての良きものを備えてくださるようにっていうところが骨で、後のところは枝葉っていいますか、その神様を説明する修飾語といいますかね、まあ、そういうふうなところなんです。で今日はこの祝祷のところ、この平和の神に向かって祈っている祈りでありますけれども、2つに分けます。この主語と述語というふうなところで、まず第1番目に神との平和というふうなところ、そして良きものを備えてくださるという後半のところをお話をしていきたいというふうに思います。まず平和の神というふうなところですけれども、今ねウクライナとロシアで戦争がねいつ終わるのかというふうに思いますが、平和の神って言いますとね、なんかね紛争を調停するそういうふうな、存在というふうなものではないんですね。単にその波風を収めるとか、波風立てないようにするっていうふうな、そういう神様というふうなことではないんですね。その神様は皆さんのレジュメの2番の B のところに、神との平和の一括弧のところにありますけれども、争い事が嫌いで穏やかなことを好む神ということではないんですね。で積極的に平和をもたらそうとして、神は御子イエスを十字架につけたというふうにありますけれども、平和の神様っていうのは波風を立てないで争い事をやめさせる神様というのではなくて、今日の20節のところを読みましたけれども、私たちの主イエスを死人の中から引き上げられた平和の神なんです。主イエスを死人の中から引き上げられた、復活をさせた、そういう平和の神様だというふうなことなんですね。平和っていうのはイエス・キリストの復活によって、もたらされました。でこの平、こういう平和っていうふうなものを作り出した神様というふうなことなんですが、もう少し具体的に細かく説明していきますと、2括弧のところで1、2、3、4っていうふうにねありますね。ちなみに山形県だけだそうですね、これ1、2、3って読むの。この間県民省を見て初めて分かりました。全国的に1、2、3なんですね。あと1括弧2括弧っていうね、カッコ1カッコ2なんだって ね。はい、聖書に戻りますとまずね、ある人の借金を誰かが肩代わりして払ってくれるとしても、その金額が借金の全額に達していないなら、その人は依然として負債を抱えたままである。当たり前ですよね。例えば1000万円の借金がある人がいたとして、私がね、いやかわいそうだ、それじゃあ僕ね貯金の中から100万円出してあげるから、ね、もうそれでチャラになるわけないですよね。まだ900万残りがあるわけですから。で1000万借金ね、
でも999万円返してもまだ1万円残って、まあ、つまり最後の1円まで支払わないと借金完済というふうなことにならないわけです。全額払って OK というふうなことでようやくそこから解放されるというわけですね。で、これを死人の中からよみがえらせた神様、復活させた神様っていう方は、そのイエス・キリストの命でもって私たち人間の罪の支払いを全部してくださいました、払いましたよっていうふうなことなんですね。でも今言いましたように、いやいやいや、全人類の罪に比べてね、ほら、例えばこれ1000万円だとしますよ。そうすると、いやいや、キリストの命はね、残念ながら999,999円で1円足りませんとなると、私たちは解放されないというふうなことになります。でも、いや、もう十分払っていただきました、もう満額、もう全部きっちり納めていただきましたから何にも文句はございませんというふうになりますと、まあ、領収書といいますか、その支払い証明といいますかね、そういうふうなものを出していただくわけです。それが復活だというふうなことを、すごい聖書が言ってるんですね。丸2のところですけれども、負債はすべて払われたとする貸主からの領収書証明が必要である。で、その次、丸3、キリストの復活は十字架で捧げた命によって人類の罪がすべて贖われ、罪の負債が支払われ、神が満足されるものであったという証明であるということなんですね。ですから、皆さん、十字架だけでなくて復活っていうふうなものがあるので、初めて、はい、もう本当に完済しました、もう罪からあなたは解放されました、もうね、それもうあなたの罪が全部キリストの十字架によって刑罰代わりに受けてもらったっていうふうに信じるならば、大丈夫、救われますよ、天国に行くことができますよ、そしてその証明はキリストが復活したっていうことで、神様が OK と、もうね、大丈夫ですよっていうふうな領収書、それを発行しましたよというふうな、まあ、そういうふうなことなんですね。で、これを信じる者、丸四のところですが、これを信じる者は神から義と認められ、神との平和、ここで神との平和なんですよ。神との平和を得るということです。ローマの5章の一節を読みいたします。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ているとありますね。神様との間の平和って何かっていうと、まあ別の表現で言うとね、この私で生きていていいんだっていうことです。ね、罪あるものっていうのはもうどっかで払わないといけない、返さないといけない、もうそれ指摘されたら困るっていうふうに思いながら生きていますけど、全部払われたんですから、何のことはないですよね。ね、もうですから、私ね、あのね、スピード違反で捕まったことありますけどもね、ね、本当にもう恥ずかしい話なんですけども、もうそれで、そうするともう交通反則金納めないといけないでしょ、ね、で、納めるまでの間ね、あれはもうすぐ納めた方がいいですね、なんてこんなことでやはり言っていいのかどうかですけど、もうその間はね、もうビクビクしてますよ、ね、もう全部納めましたとっていうふうになると、堂々とね、街の中パ何もね、パトカー走ったってね、関係ないですよ、ちゃんと納めましたから、もうね、あと二度としませんから、ってこういうふうにね、納める前だとね、なんかこのね、私のところに来てね、お前まだだぞっていうふうに言われてるんじゃないかみたいな、そんなふうな気になりますけども、だからこの私で生きてていいんだと、ね、そして少しでもね、あの神様の御心に沿うような生活をしていきたいなというふうに努力をするというふうなこと、これがね、神との間の平和があるというふうなことでありますね。まあ、でも皆さんね、やっぱりね、元が元だからね、あ、元が元でごめんなさいね、私のことだよ、元が元だからね、そんなにカラッとこう聖人君子って変わらないですよね、人間って。そういう方もいらっしゃるね、そういう方もいらっしゃいますよ。でもやっぱり大方はね、徐々に変わる、徐々にこれを聖化って、あの聖書の聖に化けるかがね、ですけども、聖化っていうふうに言いますけども、聖化って徐々に徐々に聖霊によって清められていって、神に似たものになっていくっていうふうに、まあ、だいたいそういうふうなものですよね。で、これはね、やっぱり今の自分を感謝しながら生きていく、で、これやっぱり神との平和を味わいながら、そうやってだんだん
断層にふうになっていくんですね。で、神との平和を味わいながら生きるっていうふうなことは一体どういうふうなことかというふうなことで、今日はね、2人の清さんのお話をします。2人の清さん、両方とも有名人よ、ね、最初の清さんはね、前川清さん、わかる？前川清、60代以上の人はわかるね。60代以上の人はまず間違いなくわかりますね。内山田博とクールファイブっていうあのボーカルやってね、こうやってね、もう縦じわこういうふうにして、もう直立不動でね、ああ長崎は、賛美歌じゃない歌歌って、すいませんね、この長崎は今日も雨だったっていうことで一躍スターになりましたけれども、あの方ねクリスチャンなんだよね。前川家っていうのは代々カトリックのそのクリスチャンで、世界遺産、潜伏クリスチャンっていうのが、ね、昔は隔離キリシタンって言いましたけど、潜伏クリスチャンっていうふうな、長崎県のね、外目地区という、そこの地域の、方なんですよ。遠藤周作の沈黙という小説の舞台も、その地域をモデルにしているんですね。でそのね、もう代々本当にもうひいばあちゃんからその上のばあちゃん、どうやら江戸時代末期にね、キリシタンの禁止令が解ける前にもう洗礼受けてたっていうふうなことが、その過去かお寺だと過去帳っていうんだけど、カトリックの教会の洗礼台帳っていうのがあって、それ見るとそうするとちゃんと代々こういうふうにしてねあるんですね。それで彼もね、洗礼受けてんですよ。カトリックだから洗礼名がありましてね、セバスチャンっていうの。へえ、マイネームイズ清志セバスチャン前川、こういうような感じになるのかな、ね、まあね、そういうふうにして、いらっしゃる、そういうふうな方なんですよ。それでね、生まれた時から先祖代々クリスチャンだから、もう神様から愛されているっていうふうなことは、これはもうずっと、もう子供の頃からお母さんと一緒に佐世保の教会にずっと通っててね、そういうふうな、ことなんです、ね、で神様は私を愛してくださって、私はありのままでこの私で生きていていいというふうな、そのやっぱ神の愛っていうのがこう規定にあって、それで生活をしている、そういうふうな人、神との平和っていうのが前提としてね、ビクビクしないで生きていられる人っていうのは、いろいろやっぱり生身の人間だからいろいろあるわけですよ。皆さん藤恵子って知ってる？うん、うん、って、そのなんかすごいね、アメンっていうのは買わなくね、まあいいや、ね、歌手でね、その前川さんと結婚なさったわけですよ。でもうすぐ離婚ね、しちゃったけども ね、でちなみに藤恵子さん の娘さんっていうの有名な、なんだっけ、宇多田なんだっけ、すごいねこの反応ね、宇多田っつったら光るとね、聖書もそうやってほしいね、パーって言ったらパーって、ね、まあそういう、その2人、宇多田ヒカルのお母さんだからね、まあ世の中のことはどうでもいいんですけども、まあ、それで、さまざまそういうふうなことがこうあるわけですよ。だからそのやっぱ芸能界の中で生きて いらっしゃいますから、ああいう華やかな世界の中で生きているので、それはなんぼそのね、洗礼受けてます、子供の頃から教会行ってますって言っても、いろいろこうやっぱ世の中の生身の人間ですから、そういういろんなことがある。それでね、私のここの今インターネットの時代だから何でもね分かっちゃうね。それでこういうふうな、こうテレビの番組に出た時ね、前川さんゲストで、こういうコーナーがあったわけですよ。で彼こんなふうに言ってんだ ね、恋愛について学んだり教えられたヒントを発表するってコーナーがありまして、それで前川さんね、こういうふうに言ってるんだよね。地球上のあふれた水、それよりも女の涙が怖いこんなふうなことを言ってるわけですね。つまりね、自分が泣いた場合もいっぱいあったけど、つまり騙されてね、でも自分も騙した方だと、むしろそっちの数の方が多いと。だからね、こうやってテレビでこう歌っている時に、あの人に騙されたんだっていう女性がねいるっていうようなこと、頭の中にこう浮かぶもんですから、もうドキドキしてしまうというふうなことでね、それで本当にね、そのテレビでね、ごめんなさいっていうふうに謝ってるの、ね、でそれはね、もうまさしく真面目に謝ってるっていうふうなことが分かるような、まあ、そういうふうなことなんですよ、まあ、つまりその神様との平和を得ているって人は、
真面目に悔い改めの方向に向くんだね。世の中やっぱりいろいろありますから、クリスチャンだから一切罪を犯さないっていうふうなことはないわけです。皆さんここのところ大事ね。ちょっとレジュメにないけど今導かれて聖書を開けましょう。ヨハネの第一の手紙1章の9節をちょっと開けてください。376ページ、ヨハネの第一の手紙1章の9節ですよ、ね、8節からお読みしましょう。新約聖書376ページ、ヨハネの第一の手紙1章の8節からお読みしますよ。こうあります。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない、というふうにあります。で、このヨハネの第一の手紙っていうのはクリスチャン向けに書かれた手紙なんです。未信者向けに書かれた手紙ではないのよ。洗礼を受けた教会のクリスチャン向けに書かれたんだけれども、自分のうちに罪がないと言ったら、それは自分を欺くことですよっていうふうに言ってるんです。それで9節、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。クリスチャンが洗礼を受ける前の罪は全部許される。それは分かりますけれども、先生、私は洗礼を受けた後も、ね、夫に対してこういうふうに言うし、子供に対してこういうふうに言うし、実際に世の中生きていくときには少々ごまかさないとやっていけませんっていうふうにしてね、そうやってどうもこれは罪だなと、ね、あるいは今までの習慣断ち切ることができません、ね、でそれで損してるって分かってるけどやっぱりやめられないんですと、ね、分かってはいるんだけどやめられないんです、先生どうしたらいいでしょうかっていうふうなお悩みを隠れて持っているクリスチャンっていうのはいるんです。当たり前です、聖書にそう書いてあるから。でもその時に一つ一つそのことを神様に告白して悔い改め、ね、そして罪を許していただく、これその約束なんですよ。これはクリスチャン向けの約束なのだから、ね、ですから皆さんね、もうその瞬間瞬間、ね、もう聖霊様と、ね、私今罪を犯しました、あ、これあれは言い過ぎでした、ね、あれはこれはよくありませんでした、素直に告白して、でもあなたがこのヨハネ第一の手紙の一章の9節の御言葉のお約束で私を許してくださる、不義から清めてくださることを信じ感謝しますっていうふうに、ね、そういうふうにして生きるクリスチャンなの。で、有名なアメリカのね、牧師先生でね、私はっていうふうにね、私は人生で30分以上罪を悔い罪を犯してね、30分以上悔い改めないなかったという時はないっていうくらいにね、非常に聖なる雰囲気を持った先生がいるの。何かあったらもうすぐそうやってこの約束で悔い改めるっていうようなことなのね。ですからなんだかんだやっぱりこうあるんだけれども、まあそのどれだけねうまくやったかとか達成したかって、もうそれはしょうがないじゃない、やっぱり我々は。でも神様の平和を得ているっていうのは、そうやって、あ、神様私責めていないんだと、許してくださる、そのことを待っていてくださるんだから、その神様信じてもう一回新たにスタートしていこうというふうに生きるのが、これ神との平和を得ている人の生き方、人生であります。まあ、かといってね、どうでもいいんだとかね、まあね、まあ、ずずしく何でもやってりゃいいんだって、そういうことではないのよ。これはあまりにも行き過ぎたというふうなことですけど、でも神様との関係大丈夫だろうかっていうふうに、許されてるだろうか、こんなんではダメなんじゃないだろうかってガチガチにこう生きているんだったら、それは神との平和を得ていないって言いますか、せっかく神様の方は許しているのに、ね、向こうはニコニコしているのに、怒ってんじゃないか、怒ってんじゃないかっていうね、気悪くしてんじゃないかっていうふうに、そういうふうに思っ、こっちの方で思っているんだったら、もうそれはもう今日から考えを変えていただいて、いや神様、あの時は本当にね申し訳ございませんでした、でもこの私で許してくださっておられることを感謝します、この私で生きていきます、ね、少しは真面目に生きられるように神様どうぞ力を与えてくださいと、ね、前川さんはね昔恋の歌歌ってたけどね、今何してるかっていうと恋の歌じゃなくてね、恋の養殖してるんだよ、ね、錦鯉の、僕も YouTube で見ましたですよ、ね、なかなかその業界ではね大したもんですよね。まあこういうふうにしてね、クリスチャンの恵みっていうのね、だからそのわがまま勝手にやって、尻拭いは神様全部してくださるがいいんだって、そういうことではない、そういうことではないの。どんなにこうね正しく生きようと思っても、我々ってのはやっぱりどうしても
外れたところを言ってしまうと、でそこを一つ一つ神様に罪を告白して許しを信じていくと、ね、そうすると私たちも他の方々を許していくことができる、そういう平和の神様があなた方と共にいますようにっていうのがこの最初の平和の神っていうふうなところなんですね。さあじゃあこれその次後半いきますよ。そうすると述語の方です。主語の平和の神は終わりました。今度は全ての良きものを備えてくださるようにという述語のところですけども、これは皆さん のレジュメでいきます。3番のところ身旨を行うというふうなことであります。で全ての良きものを備えてくださる神様なんですけれども、なぜ与えてくださるかというふうに言いますと、それはしたい放題自分の自由を満喫するためというふうなことではないということはこれ明らかですね。そこにあります A のところですが、良きものが備えられるのは御心を行うためなんですね。御心を行うためです。表紙の21節のところもう一回お読みします。こうありますね。イエス・キリストによって御心にかなうことを私たちにしてくださり、あなた方が御旨を行うためにすべての良きものを備えてくださるように恋願うというふうにありますね。まず第一番目に平和の神様、何のわだかまりもない平和の関係っていうふうなものができていて、で神様に何でもお話ができる、ね、で神様からの恵みっていうふうなものが与えられるっていうふうにこう分かる。そうするとその御心を叶うこと、御心にかなうことを私たちにしてくださる、そういう神様なんだ。でさらにあなた方が御心を、今度は私たちが御心を行う、ね、そういうふうなために良きものを備えてくださる、ね、私たちは御心を行えるように神様良いものを備えていてくださるというふうなことなんです。じゃあガチガチにただその真面目に正しく生きるかっていうと、皆さんレジュメのところに B のところに御心にかなうことって 何かっていうふうに言いますと、英語 の聖書の訳ニューインターナショナルバージョンっていうふうなのがありますが、そこでの訳はこうなんですね。そこに英語の訳を書きました。 And may he work in us what is pleasing to him というふうにあります。 Please っていうのは喜ばすというふうな意味です。ですから神様を喜ばすっていうことが御心にかなうっていうふうにこの訳では訳しているわけでありますね。神様を喜ばすことができるようにいろいろ良いものを神様って私たちに備えてくださっていらっしゃいますと。でまたパウロがこういうふうに祈ったように、私たちもこのようにどなたかによって取りなしの祈り、これが捧げられています。ですからその祈りで進んでいくので、C の神の御心への一致というふうな方向に導かれていくわけですよ。まあ、皆さんこっち見てね、神様の御心と私たちのあえて御心って言いますけども、まずね違ってる、もう全然もう違う、ね、もうさっき前川清さんの話しましたでしょ。そうすると60代以上の人はね、あ懐かしくていいな、長崎は今日も雨だったっていうふうに思いますけど、この間ね高校生の孫娘さんがね、おばあちゃんにこういうふうに言ったそうです。おばあちゃん私ね夜遊び好きなのってこういうふうに言ったの。おばあちゃんびっくりしてね、夜遊びが好き、おばあちゃん夜遊びいいよ、本当にいいよ、紅白にも出たんだよってこういうふうにね。でやっとわかった、夜遊びってほらまあ、わかんない人いるかもしれない ねもう高校生はやっぱ夜遊び聞くのよ。後で夜遊びって調べといて夜遊びってそのアーティストの歌曲を聞くわけなんですよ。でコロナの時にね、小学校5年生の男の子とズームで洗礼の学びをしました。そうでね、その時に礼拝の喜びっていうその単元があって、礼拝に出て神様を知る喜びっていうのを説明したんだけど、やっぱ小学校5年生はねダメだね、もう全然もう私の話聞いて、隣にお母さんがいて、ね、男の子がいて、で一緒にこう受けてもらってんだけど、もう全然興味示さなくて、それでねそのうちに、ね、鼻チーンなんて噛み出したりして、お母さん申し訳ない顔してるってのが画面越しに分かるわけ、ね、私これはしょうがないな、礼拝を知る喜び、それは当然当たり前の喜びなんですっていうふうに言った後に、当たり前体操ツンツンっていうふうに言ったらね、ゲラゲラ笑い出しました。
やっとそこでこうね、なんかこうつながったというふうに、やっぱ小学生は当たり前体操っていうそういう歌でないといけないんだよね。でそうやってね、御心と自分の思いってやっぱり違うのよ、ね、違うの。だから神様が喜ぶことと私たちが喜ぶっていうことは今言ったみたいにね、違うの。だから長崎は今日も雨だったがいい人と夜遊びがいいっていうのは全然違うわけですよね。だから高校生は、だからその60代以上の方にとりましては年金問題大事だけど、高校生年金なんてはーっていうふうな、そんなふうな感じですよ ね。だからこれこう一致しないといけないんだけど、みんな人間って自分の考えが正しいっていうふうに思ってます、ね、例えばさっきウクライナとロシアの戦争の話をしましたけど、私の心配になって、今やインターネットでもう全世界のテレビ見られるからね、皆さんのパソコンでもね、インターネットつながってると見られます。早速私ね、ウクライナのテレビ見ました、ネットを通して、ね、簡単に見られる。そうするとね、もうテレビのニュースと違って、あれテレビちゃんと放送してるなーっていうふうに、あらーとね、なんかもう全部爆弾でやられてるかのように思いますけど、そんなことないなーとね、ウクライナの人普通に生活してるなーって、こういうふうに見えたりもしました。ロシアのチャンネルに切り替えました。ロシアの1チャンネル、国営放送。ロシア語全然わからないですよ。でも雰囲気でわかりますよ。NATO が攻めてくるとか ね。もう我々は核兵器備えないといけないんだ。マジ目にやってますよね。あのテレビね、ずっと見てれば、それやっぱそう思いますわ。洗脳されるってこういうことかなって思いますが、でも私たちの方が実は洗脳されているんじゃないの、もしかしたらロシアの方が正しいんじゃないのってなったら、っていうふうに多くの方々、日本人はそういうふうに反応するんじゃないかなというふうに思います。そうやってね、私たちってなかなかね、自分の思いが違っているっていうふうなことがなかなか認めるっていうようなことができないね。以前この工場協会にホルンの有名な演奏家の方が来られて、プライベートで旅行が来てる、じゃあスタッフのために演奏しましょう、あら嬉しい、ね、そしたらね、もう音楽分かる人はもう本当喜んで、ね、聞いてるんだけど、僕の隣の女性スタッフはね、鬼のような顔でカーッと見てんのよ、ね、みんなニコニコして喜んで聞いてんのよ。でもこの隣の女性スタッフだけね、見てんのよ。でその曲が、2曲目が終わった後に私の先生、ね、あれ何とも思いませんかっていうふうに小声で言ってきたの。何かっていうと、ホルン吹くでしょ、で吹き終わるとやっぱ唾液がたまるもんだから、これトン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 ってこういうふうに下に落とすんだけど、そこにこうね、床のその上にトン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 ってこう下ろしてるわけよ。で音楽分かってる人は当たり前だから何にも気にもなんないんだけど、スタッフはね、やっぱりね、礼拝堂のそこのとこに、ね、唾液がこうパッとこうなると、やっぱそこの掃除担当の人にとっては気になるわけですよね。ね、もうだからもうね、本当に悪魔の使いかみたいな感じで、そういうふうに、みんなやっぱり自分の見ているところがこう違いますから、自分が正しいっていうふうに、そういうふうにね、思っています。ですからそこのところが一体どういうふうにしていったらいいかっていうふうになりますと、御心だからっていうふうに強制的に自分を変えようとすると無理が出ます。一挙に変えようとすると大変ですよね。工場協会の場合には、ありのままのあなたが素晴らしい、そこからスタートするというふうなところですから、大変恵まれた教会です ね。急に変えなさい、模範的な信者になりなさいってんじゃなくて、あなたのあるがままのところがプラスなんだから、そこから一つ一つこういきましょうというふうなところ で、皆さんのレジュメの一番最後のところですね、 C の三角形ですけれども、神との共通部分を一つずつ増やしていくときに、自分の思いが神の思いと一致するように神様は導いてくださいます。ここですね。神様との共通部分っていうふうなものを、これを一つ一つ増やしていく。そうするとね、一挙にギューンっていうふうにはいかないですけれども、その神様とかぶさっているそういうふうなところを通して、それで神様っていう方は徐々に我々が神様に近くなっていくように、御心と一致するように、ね、ですからその神が喜ぶことと自分が喜ぶことが一致していくように導いてくださる。ですから例えば神様って清い方ですから、自分も嘘をつかない、約束を守る、騙してないかもらうなんていうようなことをしないで正当な取引をしていくっていうふうなことでありますとかね、
神様がお許しになる方だから、悔い改める人に対して、ね、私たちもすぐ許してあげる。神様は約束を守る方だから、私たちも約束を守ってごまかさないとかですね、そういうふうなところ一つ一つ共通部分を作っていきますと、神様はそこを足場にして、そして一致するようにしていってくださるというわけでありますね。こうやってね、最後に神様に導かれた洗礼をお受けになった2人目の清さんのお話をしたいと思います。有名人で清さん、何清さんだと思いますか？山形でこれ聞いたらね、中条清なんていうふうに言われてね、ああ今国会議員なさってますけどね、嘘なんて歌歌ってたからね、ちょっと違うね、氷川きよしなんていうような声もありましてね、まあ、あの方もさまざまカミングアウトをなさってますけど、自分がクリスチャンだっていうふうにはカミングアウトはしてないよね、あの人ね。何きよしさん、有名な人、もうお亡くなりになったけど、でゆいね、トラさん、厚見きよしさん、風天の虎さん、渥美清さん、あの方ね、洗礼を受けになって、召されたんですよね。でね、どういうふうなことかっていうふうに言いますとね、あの奥様がカトリックなんだけど、白百合学園出身、あのカトリックのミッションスクールのそういうところで、もうその学生時代から洗礼をも受けておられた、その方とご結婚なさったんですね。でそのね、いきさつが面白い。まだ中学生だったんだって、奥さんその時ね、その時にその渥美清さんがまあそういうふうにね、遊びに行って、そこのお家にね、そしたら、私ね、あなたのお嫁さんになってあげるっていうふうに言ったんだって彼女が。そしたら渥美清さん真面目な人だから、10年待ったって言うんだね、大学卒業するまでその言葉を信じて。で渥美清さんって体、お体弱い方で、実は病気すごくね、なさってる方で、しかも非常にこう苦労なさったのよ。それで付き人を十何年もしたっていうふうな方の証言によりますと、とにかくね、渥美さんくらい徹底的に無神論者の人はいないっていうふうなくらいなの。そりゃそうだよ、苦労したんだもの、矛盾、世の中の矛盾いっぱい味わったんだもの、どこに神様がいるんだっていうふうにね、もう神なんかいないね、頼れるのは自分だけだ。非常に真面目で厳格で、約束だからきちんと守って、いやもう絶対に後ろ指さされるようなことはしないで、仕事も完璧にこなす。だって神様いないんだから、ね、もうですから、もうその人にとりましてはもう自分の努力が全てですよ ね、まあ、そういうふうなところで、いらっしゃったんだけど、奥様を愛しておられたっていうふうなことは、これは間違いのないことでありね、だからもうそれはもう本当仲のいいおしどり夫婦だったそうです。そういう愛、それから約束をきちんと守るっていうふうなね、そのところで非常にそのね、真面目で悪いこと一切しないっていう、そういうふうなところ、そういうやっぱり神様と その共通部分っていうふうなのがこうあるわけで、そこを足場にして神様っていう方はその渥美さんをお導きになられて、ね、で最後はね、奥さんはこう奥さんを愛しているので、それで奥様が洗礼を望んでおられて、それでもう自分 その神様なんかいないっていうのを覆して、そしてキリストを信じて洗礼をお受けになられたというわけなんですね。皆さんいいね、天国行ったらね、寅さんいるのよ、いいね、楽しみだね、これはね、うん、で神様は何のわだかまりも抱いておられません。十字架、そして復活を信じているその人に対して神様は平和の方として現れてくださっています。だから責められるというふうな、そういうようなことはもうない。だから神様ね、やってしまいましたって正々堂々と言えるの、ああ神様ごめんなさい、でも新たなスタートを切らせていただきますのでよろしくお願いしますと、そういう神様との平和が与えられているので、ですからそこから御心ができるように良いものが与えられていて、その神の喜びと私の喜びっていうのが一致するように日々なっていく、これがクリスチャンの生活でありますね。どうぞ皆様そのような喜びを味わいながら今週も信仰生活を続けていきましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、
どうぞ一人お一人が神との平和を再確認し、そして御心を行っていく喜びを今週も味わうことができますように導いてください。しばらく神の御声を聞くひとときを持ってまいりましょう。